さあ始まりました、こいちゃんパラダイス競馬予想でございます。2月5日日曜日、節分を過ぎたのでね、運気がガラッと変わるので、今まで負けてる方も頑張りましょう。キサラギ賞ウマンチュがやりますので、東京新聞杯、そしてウィン5全レース本命馬、予想をしていきたいと思います。じゃあもう前頭からいきましょうか。まず小倉から行かせていただきます。小倉1レース5番博愛ジュピター、小倉2レース14番デアデルマーレ、小倉3レース11番ペイシャカレン、小倉4レース2番メリディアンローグ、小倉5レース9番スカーレットアリア、小倉6レース4番アスクダイヤムーン、小倉7レース4番ラレーヌデリス、小倉8レース2番サムハンター、小倉9レース4番タマモテラコッタ、小倉10レース14番ダイシンピスケス、小倉メイン13番ディープモンスター、小倉12レース6番フォレスタ、中京東京交互に行きたいと思います。中京1レース7番ビーチブルース、東京1レース13番プリティセレブ、中京2レース15番火星のミオ、東京2レース6番湘南ガチャ、中京3レース1番サンガネーブ、東京3レース8番東吉郎、中京4レース7番フルングニル、東京4レース9番奇跡のエンジェル、中京5レース13番ジャスティンレオン、東京5レース1番大新ヤマト、中京6レース6番スイートガール、東京6レース2番ナボーナ、中京7レース2番ヴィンテージボンド、東京7レース1番ガーデンアイル、中京8レース2番マテンロアレス、東京8レース8番ロマンシングブルー、中京9レース2番リリーミニスター、東京9レース8番スキルビング、難しい名前が増えましたね。中京10レース10番サイクロトロン、東京10レース6番フォーチュンテラー、東京メイン2番ウィンカーネリアン、中京最終10番ウィンバグース、東京最終9番アーサーテソロ、というところでございます。ではこのまま東京新聞杯の予想に行きましょうか。ウィンカーネリアン本命ということですが、15番ナミュールともう2等軸でね、ウィンカーネリアンは前走これ直線不利を受けてのマイルチャンピオンシップで、4馬身4分の3差、もうちょっと走れるなという感じがしますね。15番ナミュールと2等軸、まあ、ナミュールが強いのは皆さんご存知でしょうから、相手は3番ジャスティンカフェ、4番ピンハイ、7番タイムトゥヘブン、14番エアロロノア、16番プレサージュリフト、タイムトゥヘブンが入ってくれたら好きかなって感じ、2番15番から3、4、7、14、16、5点、3連複なら500円、こちらでいかがでしょうか。中京10レース霊月ステークスイン5大賞1レース目、ゴリゴリダート決闘馬が牝馬しかいないので、ちょっと押し出された感じになってしまっておるのでちょっと不安ではあります。3番 K.I. ターコイズ、これもねムルザバエフジョキ、というところで勝ち切ってしまうぐらいの信頼を受けるジョッキーですね。このジョッキーもすごいですね。9番スワーブシャルル、まあ、岩田ジョッキーもさすがにね、でもどっちも7歳馬なんですよね。4歳馬がこのレースいないんで、しかもカナロア3区、まあ、K.I. ターコイズも僅差さ、ちょっと1個落ちるんですけどもいないというところで、で10番サイクロトロン、
これもカナロア産駒ですけど、まあ普通に行けばこの馬が押し切るかなと思っております。中京10レースは3、9、10の3と、東京10レース銀帝ステークス大賞レースにダート 1400m、1番ドゥラモンド、ルメールジョッキーですね。2番イグザルト、ミルコですね。どっちもドゥラメンテ産駒が1枠、内枠から、2頭いきます。まあイグザルトに関してはもう距離成績2111で、東京ダート2212強いですね、やっぱり。あとは5番ロードアラビアン、もう福永ジョッキーがなんか勝ちそうだなって気しますね。出てくるレース全部怖いです。6番フォーチュンテラー、これ菅原ジョッキーもうまいジョッキーですからね。シニスタミニスター、もうちょっと馬格があればこの馬1頭で行こうと思ってたんですけど、いかんせん小さいのでね、ギリギリの勝負になりそうだなと思います。東京10レースは1256、そしてコプラメインですね、関門橋ステークス芝 2000m、ね、5番レッドベルオーブ、赤枠のレッドというところもありますが、他が勝ち切りそうな馬がいないというところで入れました。で12番ビッグリボン、これもね勝ち上がりの馬なんでルーラーシップですし、勝ち切れるかな牝馬やしというところは正直あります。13番ディープモンスター、まあ、一時ね力あるのかなと思ったんですけど、やっぱり下のクラスと走ると抜けてるなという感じなんで、普通に行けばこの馬が勝ってくれるかな。浜名塾ジョッキーというね、ジョッキーも勝ち切れるジョッキーなので。そして如月賞、こちらは2番クリームファクシー1頭でいきます。そして東京新聞杯、まあ、2番ウィンカーネリアンで、15番ナミュール、2頭軸の2頭プラス、3番ジャスティンカフェ、4番ピンハイ、7番タイムトゥーヘブン、ここまで2,3,4,7,15,5頭でいきます。最後1頭に絞ることができたら36でウィン5を楽しめますので、結構これで当たるかなっていう感じがね、まあやばいとしたら最後の東京新聞杯が5頭で取り逃がすかもしれんなというような、あまりつかへんのじゃないかなと思っております。それでは皆さん、負けないようにね、ちょっとずつ増やしていきましょう。しっかりダートだけをしっかりやれば、おそらくちょっとずつ増えると思っております。それでは皆さん頑張ってください。テレちゃんポーン。